卵の毎週 BBQ、星2。外見で判断するコミュ障でちょろいんな人族のメスが BBQ を通じて理想の彼氏を作るという料理漫画。ちなみにコミュ障は態度、陰キャは生き方で、コミュ障は態度が悪いからコミュ障なのぜ。主にコミュ障は他人に対して過剰な偏見を持っててなおかつ自意識過剰だから円滑なコミュニケーションができない生物なんだよね。でここからがコミュ障のストロングなところなんだけど、この漫画はコミュ障が彼氏を作りたいって始めちゃう部分がストロングで、コミュ障は世界を偏見の眼差しで見つめるんだけど、自分のことは偏見の眼差しで見ないでほしい。自意識が高いから自分の理想以外はお断り。自意識過剰なので一度の失敗でくよくよするっていうストロングスタイルが生まれるんだよね。認知よりもひでえのぜ。世の中ってのはほぼ失敗しかないんだよ。君が世界を偏見の眼差しで覗くと世界も偏見の眼差しで君を見つめる。当然なのぜ。自分は世界やお前を偏見の目で見るけど、世界やお前は私のことを忖度し偏見の目で見るなってのがコミュ障の理想の世界だね。ちなみにだけど、この主人公は若い美人のメスだから周りがよいしょしてくれるので、コミュ障のオスは